留守中にこんなに大きくなりました。大阪から帰ってきました。津別町は雪深いです。ビューティフル。母もね、なんとか歩けるようになって頑張ってリハビリ行ってます。大丈夫だと思います。まあ、またね、今年は大阪に帰る回数も増えるかな。で、3月はまた横浜に暮らしの上に行ってきます。忙しい忙しの壁が高くなってます。見えないな。
鮭のホイル焼き、きゅうりとクラゲの酢物、ゆで卵、ご飯と味噌汁、以上。美味しい。美味しい。うん。油乗ってるわこれ。あ、そう。うん。これな、そんなこと食べやすい。うちには何の関係もないやないの。キジさんだったよな。キジさん。うん。北海道に住んでる。うん。じゃーん。うん。見栄えはば。ちょこっとお醤油かけると美味しいそうです。ちょこ。鮭のホイル焼き。いただきます。あ、油乗ってんね。うん、今回のやつすごい油乗ってる。挨拶忘れた。お疲れ様でした。乾杯。ございます。これバター入れなかった？うん。入れた方がいい。もうカロリーオフにしようみたいな。入れてもいいんですね。いろいろとダメ出し食らっております。お疲れ様でした。いってらっしゃい。先かね。